こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、不動産取得税の3回目の動画になります。住宅用の土地の不動産取得税の特例について解説します。前回の動画では建物に関しての不動産取得税の特例だったんですね。でしかもそれっていうのは課税標準の特例です。課税標準を一定額控除できますよ、具体的には1200万円まで控除できますよっていう特例でした。で、今回は前回の建物の特例ではなくて、住宅用の土地についての特例になります。で、大きく分けると2つ特例があって、1つ目が課税標準の特例、つまり課税標準を一定額引くことができる、少なくすることができるってことですね。で、もう一つが税額控除の特例です。実際に税額まで計算して、その税額から一定額を引くことができる、これが税額控除なんですね。まず押さえていただきたいポイントの1つ目、それは課税標準は2分の1にすることができるよ。これが1つ目の特例の話ですね。土地の価格である固定資産課税台帳に登録された価格、これを半分にして計算していいですよっていう特例があります。なので課税標準はもういきなり2分の1になりますよっていう話です。ちょっとここまでで不動産取得税の税額をちょっと計算してみようと思います。具体例として、例えば土地の価格が1000万円の土地を取得したと考えます。この1000万円っていうのが台帳登録価格ですね。固定資産課税台帳に登録されている価格が1000万円だったと仮定します。そうすると土地の税額、まあ、不動産取得税の税額ですね、税額っていうのは1000万円に2分の1します。だから課税標準はこの時点でもう500万円になるということですね。1000万かける2分の1なので500万、これに税率 3%、土地の不動産取得税の税率は 3% って決まっているので、 3% すると15万円になります。これが課税標準の特例だけ受けた場合の税額になります。で、ここから税額控除をしていくんですね。この15万円から今からお話しする金額を差し引くことができます。いくら差し引くことができるのかっていうところをお伝えをするんですけども、その前に要件があるんですね。この税額控除を使える要件があるので、それをお先にお伝えします。どういった要件かっていうと、この土地の上に立っている住宅が1200万円の控除の特例、これを満たす建物であること、これが要件なんですね。これちょっと前回の動画見ていない方はそちら見ていただければと思うんですけれども、例えば床面積50平米以上240平米以下とか、あと中古住宅であれば一定の耐震基準を満たしているとか、まあ、そういった要件を満たすってことが前提にあります。で、その要件を満たした上で1番2番の高い方、これを控除することができます。この15万円から差し引くことができるんですね。で、1番っていうのはもう4万5千円、これは固定です。で、2番が計算しなければいけなくて、これがややこしいんですよ。これがややこしいんですね。まず計算式、1平米あたりの土地の価格、これに2分の1します。で、これに住宅の床面積かける2をします。で、それに税率 3% をかけるっていう計算をするんですね。で、その計算した結果と、この1番4万5千円の高い方を控除することができますよ、この15万円から差し引くことができますよっていう話です。で、一応ですね、この住宅の床面積かける2っていうのは最大で200なんですね。なので、例えば住宅の床面積が110平米だったと、その土地に建っている建物の床面積110平米だった場合、 110×2 で220になりますよね。で、その場合はマックス200なんで、その場合は200になると、まあ、いう話です。で、ちょっと今回具体例入れます。建物の床面積90平米と仮定します。まあ、だからこの部分だけ言うと 90×2 だから180ですね。200平米以下なので180が使われます。で、土地の面積っていうのは100平米と仮定します。で、土地の価格は1000万円。
そうすると1平米あたりの土地の価格っていうのは10万円なんですね。10万円かける2分の1かける住宅の床面積90平米かける2かける税率 3%、 これを計算するといくらになるかというと27万円になるんですね。で、そうするとこの27万円をさっき計算した税額から差し引くことができるということなんです。つまり15万円マイナス27万円っていうことは、これはもうマイナスになりますよね。税額がマイナスになるっていうことは、これは税額は0円です。つまり土地を取得した場合における不動産取得税の税額は0円なので、不動産取得税はかかりませんよっていう話になります。これあくまでも土地ですよ。土地の不動産取得税は0円なんですけども、建物については場合によっては取得税かかるかもしれません。ただ今回は土地だけに関して考えているので、土地については0円ですよっていう話ですね、今回の事例で言うと。なので今回のポイントで言うと、まず絶対に頭に入れておきたいのがここです。土地、住宅用の土地の不動産取得税の課税標準はもう2分の1、いきなり2分の1できるんですよってことですね。ここは絶対に覚えておいてください。あともう一つ覚えておいてほしいのがこれですね。税額控除を受けることができる要件、土地上の住宅が1200万円の控除の特例を満たすこと、ここを最低限覚えておきましょう。で、できれば4万5000円だったり、この計算式覚えていただきたいんですけども、まあこれはですね、まあ時間がある方ですね、もうある程度勉強してもう覚えることもない、もう勉強することないって言ったぐらいの人が、まあこのあたりを覚えてくると、まあいった感じです。まあおそらくこれ一回聞いただけではこの計算絶対に頭に入らないと思うんですね。この計算式頭に入らないと思いますんで、もしここも頭に入れるっていうのであれば、もう何回か動画を見ていただいて計算の仕方ですね、これもこの具体例でいいので、この具体例自分自身で計算できるぐらいまでやっていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。